はい、どうもこんにちは、ぺんぺんです。今回はバイを使ったデッキを作っていきましょう。はい、デッキ内容は用心棒というふうに書いてあって、まあアニーとバイのデッキになっています。ベースとしてはエズドレのデッキになってますね。はい、なのでエズリルドレイブンを使ってる方がいればかなり使いやすいデッキになってるのかなというふうな感じです。まあしっかりユニット取っていきながら、しばいていく。まあパロタイにつなげていったりとか、トラビューでね、ユニット11の交換していったりとかっていうふうな感じでね、細かな動きができるのかなというところではあります。はい、まあ敵の内容は概要に書いてますが、やっていきたいと思います。ビームが2、アニーが3、学園3、カラス3、デス1、ファイアス2、ハゲ3、ショット3、クモ2、ショック1、ギロチン1、ピースメーカー1、ショード1、捕食3、キロカン2、流言2、バイ3、ビーム2、隊長2というような感じになっています。敵の使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。わあ、この人ピスカルさんやん。有名な人やん、これ。なあ、芝くわ、見てろ。時代は、俺ってところ見せるわ。なんで想像したら気持ち悪いね。おかしいやろ、それは。それはそれで失礼だ。え、あのさ、2マナのジェムのやつってさ、こっちが破壊したらあっち生成すんの？なな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 なこれで衝動で例えばさ、タイムボムをさ、破壊するじゃん。そしたらなんか、あれなの？わかる？今、あれしか言ってないんだけど。ごめんね。どうなん？あの効果ちょっと誰か呼んできて、今すぐに。ライオンって何？こっちこっち。ライオンって何？死にたくないなら真っ当に生きな。死にたくないなら真っ当に生きな。マクロスのライオンしか分かんない。マクロスが分かんないもん。マクロスが分かりません今。マクロスってす、なんすか。あれですか。ここは前に。アイドルですか。いや、ここだけでいいか。ね、ここは前にも来たような。はい、ノクゲロ速やかに。一回聞いてみて。聞きたいけど何のか分かんないな。聞きたいけどさ、何なのそれ。素早くな。はい、体力1も減らない。ビームナイス。これさどうなんだろう。まあ破壊しないけどさ、なんか口臭いよ。物語見たことない歌がいいの。ライオン貝殻。これ貝殻なの。それは良くないね。これどうしようかな。ティパーズ出す。私も遊ぶ。貝殻だったらすぐ取ろう、うん、ほんまや。よくわかったな。どうしよっかな。
まあ、ショートでもよかったんだけど。逃げ上がった。ファイ。やべ、見られた、チラって。このド変態。このド変態。もう行こう。あ、そう。はい。あ、特にそれはええかな。善悪の区別にルールなんていらない。善悪の区別にルールなんていらない。チャンピオンより守れる。確かに確かに。怖ー、怖すんげ。お、あ、LINE はやってます。こんにちは、ガンホさん、はじめまして。ぷんぷんって言います。よろしくお願いします。なんやこれ。補別にでどうでしょうってどういうことですか。それちょっとよくわかんないです。ごめんなさい、すいません。そういうノリ嫌いなんで私、ごめんなさい。大事ならもっと頑丈にしておかないと。なん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 、ダメ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 、そんなことはさせねえよ、そんなことは。させねえ。強く強く叩け。何やねんそれ。見つけた。見つかっちゃった。はい。お、悪くはないね。なんだろう。なんだ。貝殻どうなの。まあいいや、出しよう。わかんない。勉強するところだよ、兄。ああ、コストなんだ。あ、ありがとう。Thank you so much。仲裁が必要ならお任せあれ。わお、これすごっ。キンコリは最高の日和だ。
進歩には最高の日和だ。これぶちかましたかったな、さっきのな。私が火をつけたの、偉いでしょ。偉いでしょ。通り道、一応4点は飛ぶからな。こいつを見なよ。一応4点は飛ぶから何だろう、何があるかな。あの最強ピスカルを倒したら惚れるんじゃない、みんな。あの最強ピスカルを倒したら、うん、ブレーキ。うわ、持ってんだろうな。持ってんだろうな、拒絶の儀式ってやつはな。女一人の解体屋さ。あれ？これ何？あれ？これちょっと待って、俺待って、アフターショックって顔面に行けるんじゃなかったっけ。え？アフターショックって顔面行けなかったっけ。あれ？嘘。なんだよそれ。あ、さっさと殴るよ。マジ？ふざけんなよそれ。俺だからこれ入れたのに。もうマジかよ、それ知ってたらさ、俺勝ちだと思ってたの本当に。今ずるじゃん、知らないことしてきて。もう最悪、何それ、ずるばっかしてくるみんな。なんだよそれ、意味不明。これさ、これさ、この番号間違いないわ。間違いないです、あなたが言うなら。歴史知らないね。わお。まあここパスしちゃっていいや。はい、特に動く必要ないんで。これぶち抜いてもいいんだけど、特に動くことはない。ほとんど勝てるってラインだから。わざわざこっちから動いて何かアクションを起こす必要もないしね。まあ次ファロ隊出して斧でもしばけるってことだからね。うん。まあまあ分かってる分かってる。ただ分かってる、俺完璧に勝ちたいから。分かる、こういうことなんだよ、完璧に勝つダルゴン、こういうこと、これが完璧に勝つダルゴン。楽しかったね、キマズ。あの顔が好きなんだよね。うわって、うわってどうしようって考えてる、あの顔が好きなの。
相手のね、歯食いしばりながら出して、その後にミスティックショットを顔面にぶち込む。それが気持ちいい。時代は変わった。これどうしよっかな。実際これはいらないと思う。で、アニーもいらないと思う。まあアニーは持ってていいか。ちょっとアニー乗っときながら行くか。まあ実際アニーいらないけどな。ちょっとアニーいらなかったかもしれない。で、アフターショック抜くの忘れた。これ顔面ぶち抜けないならいらねえわ。今は早く遊びに行こう。明日ママだよ。カチカチなんか。いや、このボードが一番いい。分かってない。あの音楽って相当いいからね。他のボードも音楽流れてるけど。はいはい。まず。あ、ベルトの BGM もいいよね。いい響きよね。大丈夫、私もデュランドなんだから。私もデュランドなんだから。ちょっと待って、あいつマジでふざけるでね、あれ。ちょっと次5マナ必要になってくるから、ここはパスしよう。まあ取れなかったの時のためにね。ああ、でもバイ来てくれたから、ここはバシッと決めねえととかいるからな。大丈夫かもしれない。兄出してもいいような気がするけどな、ここ。兄出しながら行っちゃってもいいかなと思います。おそらく。あ、違う、ダメだ、これファストだと思ってた。行こう。すいません、ファストじゃなかったです。警戒網とかで逃げてくるならファイアーボールぶち込めばいいかな。It's my Mario。 で、ここはじゃあバイ出さないわ。うん、バイ出さずに次はドラビンとファイアーボールで。お友達を作りに行こうね。はい。ああ、でもバイ出して、いや、バイミスティックショッツ。バイは私も遊ぼう。なんか焦げ臭い、口臭いよ。お、そっくりそのまま返してやるよ。おめえが来んのか。フィルトーバーの用心棒、現場到着。あ、さあ出てきな。おっ、
怖い。殺すよ。ここは食らっとこ。怖い。で、流言引いて相手のまあ相手のなんだっけあれ、まあ流言引かんでもいいか。多分ね、決戦場とか持ってんちゃうかなっていうのが見えるから、そこに対して答えを出していけばいいだけなんだよね。まあ4マナ持ってるから、まあ先やっちゃってもいいかな。おい、さっさと殴らせろ。雲目、はい。お、なんもない。なんもねえならいい。ほんならね、これさあ、ちょっとミスっちゃったかもしんない。ちょっとミスっちゃったかも。多分次8マナのアイスが出てくると思うんだよね。そこに対してちょっといろいろとやりたいから、これでいいや、とりあえず。なんと臭いよ。そうだね、これで多分あいつが出てきたとしてもそこまで怖くないから。うわ、削りしちゃうんだ。ここで使ってくれたのか。ムクギロ、まあいなければいいんだけどね、一番ね。あー、そっか、8マナ、7マナだから使えないのか。木のあるところにティバーズあり。木のあるところにティバーズあり。トラビ、シャー、バイの V はビクトリーの V さ。